久保さん。まあ確かにね、まあブラックカード持ってみたいってあるでしょうね。まあ僕もアメックスから DM が来てプラチナカードのご案内来た時にやっぱちょっと悩みましたもんね。うんだけどまあ今回のテーマはですね、えー、固定費ですかね。うん固定費。うん僕が借金2000万作ったのは昔家賃が150万でした、えー、人件費5、600万。 うん、だ人件費5六百6 0 0万あとはあのー、取引先に、まあ、その固定で払うお金だったりとかして、まあ、トータル1000万いく時もあったか、まあ、その時と場合によってただまあ最低でも500万以上は、ね、毎月に固定費でかかるわけですよ人件費その家賃大まかなところ入れてもだつまり年間で6000万ぐらいの固定費がかかりますでここで僕は借金2000万、まあ、そ,うそれがあって、ね、払えない時があって、まあ、僕が入れたんですけど やっぱそこでまあ頭を悩ませたっていうところがあるのでまあその固定費に部分に関してはもう削るとできるだけだから鹿児島のその事務所4万2千円ここももう僕も見栄が出るんでもうちょっと広いところを引っ越してもいいかなとか思うんだけどもやっぱりその見栄だったりとか欲ですよねその見栄とか欲を制御します それは何でかっていうと、昔その痛い目にあった。ね、そこ、痛い目というかそこでしんどかったんで。なんで、まあ、いろいろ考えるし、欲も出てくるんだけども、待てよと。この4万2000円をのところが最強だと。駐車場も無料で、ネットも無料で4万2000円で、まあ、このクオリティだからいいじゃないかというところで落とし込んで、まあ、その見栄をね、封じ込めますね。見栄だったり欲をそこは。うん。そう。だからまあ、あの、 見栄を張ることも人生の一部なんだけども、人生を守るというところで考えた場合やっぱ固定費はね、少ないいい方に越したこととはなな思います。なぜならば固定費が上がれば毎月の稼がないといけない金額が増えるのでだから大変になるんですよでも固定費クや安かったらそこまでその上がんなく売り上げが上がらなくても別にこと足りるので。 だから僕が借金2000万返せた、まあ、一つの理由としては、やっぱそ固定費がかからないようにした。そして固定費がかからないビジネスに圧倒的に集中した。まあ、YouTube に関しても固定費ゼロなんですよ。何万本取ってもね、まあ、今後ルール改正があるか分かんないですけど、別に何万本取ってもゼロ円です。だからいけるんですよ。で、コンテンツビジネスも、あのー、もう無在庫、なんだ、なんだ、 あー無在庫ですし、お金かかんないですし、利益率100%なんで、だからそこにまあ一点張りで僕はフォーカスしたんで、今があるかなと思います。で、この基本というか基本ベースに関しては、これからも変えないです。従業員も雇わないし、アルバイトも雇わないし、もうとにかく固定費はできるだけ削減すると。見栄が出ても、あの欲が出たとしても、その固定費のことに関してはあの削減していくと。ただ、 自分の本ちゃんである、まあ一番、まあお金がかかるとするならば、うん、車ですよね。だそれは見えだと思います。でも、でも、逆を言うと、その固定費をそこを下げてるので、あれもこれもじゃないんですよ。だ固定費ここ下げてるからいけるんですよ。で、ぶっちゃけもっと細かく言うと、その固定費を僕は意識してるので、Z4 を今回買ったんですけど、モデル的に 3000cc と 2000cc があって、3000cc は直六のツインターボで380ぐらい出るんですよ。 馬力としてはで最初それ買おうかなと思ったんですけどもやっぱ結局僕はその Z4 を買う目的は何なのかって考えた時にやっっぱオーープンカていうのが8割9割9なんですよだから別にその早くなくてもね直録であのー、300馬力出なかったとしてもオープンカーであるならばそのオープンカーの体験価値はできるぞっていうところで 2000cc に落としたんですよ。 で、2000cc に落とすことによって、毎月、毎年来る自動車税が安くなります。ちょっとですけどね。まあちょっとですけど、毎月自動車税かかるので、なんで 2000cc にしました。だそれも固定費、一応意識してます。固定費ね。毎年、問答無用で自動車税来るんで。うん。しかも僕も今1台じゃないんで、所有してるのが。うん。なんで、まあそれも意識して 2000cc にしたっていうね。<laughs> それもケチってるっていうね。 <laughs> まあ、まあ、1万円ぐらいの差ですけどね、自動車制、2000cc と 3000cc、5000かな、うん、ぐらいの差だとも思いますけども、うん、まあ、それもちょっとケチりましたね。そう。<laughs> どこを優先するのかっていう。オープンか、だから、今度、また僕、GT-R 買おうと思ってるんですけども、その時は気にしないですね。 まあオープンカーの体験価値をある程度もう体験してもう満足だってなって死ぬ前にまた僕 GTR 乗りたいんでその時はもう 3000cc だろう 4000cc だろう買いに行きますけどだそれは目的が変わるんで今回の目的はオープンカーを楽しむっていう目的なので別にそこまで速くなくてもねまああとちょっとチューニングすればいいんで,であとまあ逆に言うとエンジンが軽いので結構その走りを楽しむっていう部分では エンジンがか軽い。80キロぐらい軽いんですよね。80キロぐらい軽いし、であとちょっとチューニングすると230馬力ぐらい出るので、軽くて230馬力ぐらい出れば、まあまあ楽しめるって感じで。まあそういうのもなんかいろんなことを考えた上でって感じですかね。はい。いってらっしゃい。